1月2日早朝、今年も観衆の姿なき大手町。箱根路のスタートを1時間半後に控え、読売新聞東京本社には各校の監督たちの姿があった。今年は青山学院と駒沢の2強対決という矢場表の中、そうはさせじと他校も戦略を練っていた。往路に1年生2人を送り込んだ原監督は、特に復路は誰がしても走れる状態にも仕上がってるから、まあ、往路をしっかり繋いでいけば復路は、絶対的自信ありますね。かくして2022年の頂点を目指す戦いが幕を開ける。スタートしました第98回箱根駅伝。試練を乗り越え、山を越え、自分を超える箱根路に飛び出していきました。番組では今回も激闘の裏側にあった知られざるドラマを追った。経済的に大学無理だよ。そうなの？本当にそうか。両親と監督への思いを胸に走ったランナー。今でも忘れない、あれは。絶対的自信があった復路。1分遅れる、そんなペースですね。その出だしでまさかの展開が。どうしたどうしたどうした。難しいやつ。やめてやめて。箱根の本番目前で名将の計算に狂いが生じていたのか。もうそんなところで離脱したらもったいないし面白くないし一生涯後悔すると思うよ。カメラが目の当たりにした選手たちの心の内、さらには運営管理者の中で漏れた監督たちの本音と選手たちへの激。それついていけば57分で出るぞ。今青山学院の1年生の太田が来ました。初めて出ました。もうそんなに来たの？集団集団、おい職権頼んだぞ。お前をキャプテンにして本当よかった、ありがとう。日本中が見つめた2日間、そこにあったもう一つの物語とは。 5.6 キロ過ぎ、中央大学の吉井大和が20人のランナーを置いていきました。あ、吉井が飛び出してる。多分本人に任せていったんじゃないですかね。すごいですね。感覚で走っているそうだよ。まだ全然流してるもん。もういけるよ。結構早いよ。もう引き継がれてますからね。早すぎると思うな。そう簡単に持たんど。トップを行く中央藤原監督の指示は、ヤマトいいぞ、後ろ大体12秒から13秒離れてる、どんどん離れていってるからね、自分のペースでいけ、自分のペースでいいぞ。この新八瀬山橋に冷静にシンプルな指示だった。6キロ手前で果敢に抜け出した中央吉井は、15キロ地点で後続を200メートル近く引き離し、快走は続いていた。さあ、海老原さん、15キロ通過しましたね。はい、15キロ、42分ちょうど、佐藤裕樹さんは42分33秒で通過していますが、これは早すぎるわ。まあ、一回こうちょっとガンガン行けばいいな。42分ちょうどだって、すげえな、トップ。まあ、このぐらいの力あったからな、吉井もな。14分でいったんやろ。知らないか。どっかででもね、きついとこ来るよ。そこを我慢できることもないです。区間記録を大幅に上回るペースで走り続けて、残り間もなく1キロになろうというところです。区間記録より30秒早い。もうちょっといける、もうちょっと、まだ絞れてないよ、まだ絞れてない。最後のままの呼吸のスパート見せてから、いけるぞ。さあ、絞ってこい。大きな声が上がりました。中央大学でキャプテンも務めた藤原監督から声が上がりました。吉井は15年ぶりの区間記録更新を狙う。中央大学、大手川、大手助けリレー、さあ、前人未到の区間新
記録達成。1時間0分台が出ました。1時間0分40秒ヴィンセント級やんな。これ来年お前各大学戦術変わってくるよね。つけるやついくよね。近藤幸太郎も違いない ね。 ね。2位でやってきたのは駒澤唐沢。連覇を狙う駒澤にとって好スタートとなった。さあ日本人学生最強ランナー田澤廉が今スタート。2位で駒澤、その差は39秒。ここからは団子状態。東海がいった、専修大健闘、青山学院もいった、國學院もスタート。ここまで6校オール優勝を目標にしていた東京国際はヴィンセントの巻き返しに期待がかかる。15年ぶりに区間記録を26秒更新した吉居は、区間新をなんかこう確信したとかありました？どっかで15キロ地点では確信というか、まあいけるだろうなというふうに思ったんですけど、そこから思った以上にきつかったので、まあ大丈夫かなって思うこともあったんですけど、まあなんとかいけました。花の2区、今年主役となったのはこの男、駒澤の田澤だった。田澤行くよ、田澤行くよ、あんまり行かなくてもいいから。 いい感じで余裕は持ってけよ。鶴見中継所では39秒差だった中央の背中を追う。まあ、本当にリラックスして走ってますよね。落ち着いてますね。無理はしてないですね。7位で襷を受けた東京国際のヴィンセントは4位まで順位を押し上げていた。そこにもう一人のヴィンセントが迫る。世界を目指す駒澤大学3年生のキャプテン、その田澤がひたひたと迫ってまいりました。田澤君も前半から突っ込んでくると思ったんですけど、かなり、ね、余裕を持って入ってきてますから、ヴィンセント選手も後ろにいますから ね頭使って走ってますよね。なるほど。田澤がひたひたと追いかけて残り10メートルほどになってきました。残りがもう5メートルほどになってきました。駒澤3年生の今中央の手島が気づいたか。さあ並んだ、さあ並びました。箱根から世界を目指す駒澤のキャプテンの田澤が今首位を奪いました。ここで駒澤大学が首位に立ちました。駒澤大学箱根に来ています。30秒で一瞬じゃん。だからビンセットもらった時も30秒でしょ。変わんないじゃん。変わってないよ。よし、これで15キロぐらいまで行ったら面白いよ。去年エースの田澤は3年生にして駒澤の主将に指名された。だがエースで主将という重圧からか、彼は苦しみの淵で一人もがいていた。余裕すら感じる走りを見せる駒澤の田澤。前回大会優勝の後、3年生ながら大八木監督から新チームの主将に指名された。目標は箱根連覇。エースの役割は分かっているが、主将としてのやり方が分からない。しかも故障などで練習に参加できない日々が続いた。そんな中、どんな言葉でまとめればいいのか田澤は悩んだ。怪我が治った春先、グラウンドには自らの走りで仲間たちを牽引する田澤の姿があった。その思いは語らずとも伝わった。5月の日本陸上競技選手権では田澤と鈴木が揃って表彰台に上がる。これを皮切りに駒澤の多くの選手が記録会やさまざまな大会で結果を残していく。ほら、いや、そこ開けなくていいよ。そこ開けなくて。エースとして背中を見せながらも主将としてコミュニケーションも取っていた。一回り大きくなった田澤を中心にチームは上昇気流に乗っていく。全日本大学駅伝を連覇。さらに去年12月の記録会で田澤は日本人学生最高記録を樹立。よしよし、27分23。よっしゃ。今年アメリカのオレゴンで行われる世界陸上の参加標準記録を突破するという快挙も成し遂げた。やっぱり
引っ張っていかなくちゃいけないんだっていう方がなんか強かったような感じがしますね。本人はプレッシャーもあったんでしょうけど、やはりきちっと自分の結果をね出して、まあ、そういう点ではもう本当にあのキャプテンとしてしっかりはやってくれてるのかなという感じはしますけどね。各校の給水係が待機する15キロ地点、駒澤は去年主務を務めた OB の青山さんが待機していた。やっぱりキャプテンになって、まあ、あいつなりにすごい多分悩んだりとかしてたと思ったので、やっぱり大会各大会ごととかは LINE して、あとはまあ時間あるときは一緒にご飯行ったりとかして、はい、大会前日にもメッセージを送ったという。そこには田澤はやっぱり先頭が似合う、すごい成長していると激励の言葉が。なんか声かけてほしいことあるって言ったら青山さんに任せますって言われたんで力になるような声かけできればなって思います。先頭の駒澤大学キャプテン3年生の田澤廉、今15キロの給水です。田澤、田澤、おい、田澤、おしまい。ちょっと汗が浮かんできました。渡辺さん、ちょっと険しい表情になりましたが、いかがですか。そうですね、今ここが一番きつい時なんですよね。はい、どうでした。いや、きつそうな顔してましたけど、でもいいペースじゃないですかね。なんで声かけたの。これを乗り越えてもう一つ上の舞台に行ってほしいなと思ったので、まあ、世界行くぞっていうふうに声かけました。世界の舞台は自分のため、だが今は仲間とつなぐ襷をかけ、チームのためにひた走る。これ区間記録も狙えるような、そんな田澤ではありませんか。今のペースでいけば十分あのヴィンセント選手の区間記録を更新する可能性ありますね。1時間3分01。今声がかかります。この夏オレゴンで行われる世界選手権の1万メートル参加標準記録を突破するために大八木監督と2人でやってきたと言っていました田澤廉。この箱根の戸塚の壁の向こうには世界が広がっています。鶴見中継所では40秒あった先頭中央との差をひっくり返して先頭に躍り出ました。連覇を目指す駒澤大学、苦しい表情になった田澤廉。さあ田澤の記録はどうか。2区を走り終えた安田が大量に襷リレー、タイムは1時間6分13秒、歴代4位の好記録が出ました田澤廉です。3区安田太陽に、田澤は区間1位の記録で後を託した。青学史上最強のエース近藤幸太郎が、青山学院が2位に追い上げていた。1時間7分10秒。そして国士舘と東京国際の2人のヴィンセントが続いた。ヴィンセントから荻原1時間6分42秒、8人を抜いた国士舘。東京国際のヴィンセントは区間5位に終わった。山梨学院大学7位で行った。でも本当にきつかったな。最後のそこ専修大学ラスト1キロがすっごいきつかったですけど、ヴィンセント勝ったよ。勝った。1回勝ちですか。え、新記録出ました。ヴィンセント国士舘ですか。いやいやいや、どっちもですか。どっちも話してる。1回勝ちですか。よっしゃよかったよ。やっと取れたか、箱根のタイトル。やっぱりでも、去年より強くなった。よかったし。東京国際のヴィンセントは序盤で左足を痛め、異次元の走りと田澤との対決は来年に持ち越された。無念のヴィンセントから襷を受けた東京国際丹所。かなり速いペースで早々に国士舘を抜き、前を行く2位青山学院に迫る。2位青学の背中が徐々に大きくなってきました。青山学院大学の1年生大学駅伝デビュー翔太蒼。2位青学の背中が。一方先頭を走る駒澤安原。下っていけ、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 下りは余裕持っていけ、悪くないぞ、いい走りしてるからな。何が追いつかれた青山学院の1年生太田。しかし勝負はここからだった。
瀬古さん、この1号車の画面の奥の方でも東京国際と青山学院がちょっと見え始めています。見えてましたね、姿がもう 目の前に見えますからね。そうですね、と言っていました。うわ、もう見える。あるいはその10キロあたりで先頭を捉えるかという感触です。15秒前ぐらい。後ろ、お前後ろ見えに来たの？もうそんなに来たの？逃げる先頭、駒澤大学、初めての箱根駅伝2年生の安原太陽、その後ろ10メートルほどに迫ってきました。そうですね、ここで追いつかれてからが勝負だと思いますね。そうですか。さあ、今ここで首位が3人になりました。東京国際大学、駒澤大学、青山学院、首位はこの参考になってきました。混戦からまず脱落したのは、どうでしょう、ちょっと差が開いてきましたか。上がりましたね、はい。太田君の走りがすごくいいんですよね。ああ、そうですか。単色にはうまくついてますからね。両校の並走にピリオドを打ったのは、原監督も驚く1年生の大胆な仕掛けだった。先頭、東京国際大学の丹所、そして今ちょっと離れました、離れました。今青山学院の1年生の太田が出ました。初めて出ました。丹所ついていけないか。離れました。今青山学院の1年生の太田が出ました。初めて出ました。丹所ついていけないか。なんと青学の1年生が満を持して18キロ過ぎ先頭に出しました。丹所との差がもう20メートル開いています。青山学院1年太田、見事な飛び出しだった。青山学院大学、3年ぶりのトップで襷リレーを終えました。さらに同じ3区で追い上げを見せたのが、この箱根で選手生活を終える帝京の4年生遠藤。湘南の風を切る激走にはある思いがあった。前枯れて親に経済的に。箱根駅伝出場はおろか、大学進学すら叶わないと思われた高校時代。しかし一人の恩師との出会いが遠藤の運命を変える。4年連続でこの区間を任された遠藤、大学で競技引退を決めているため、これがラストランになる。はい、もう15キロ過ぎてるぞ。あと6キロだよ。6キロ。いい、いいか、やり残すことないようにやってくれよ。やり残すことないようにやってくれ。中学時代はバスケットボール部に所属。陸上とは無縁だったが、たまたま助っ人で参加した大会で好記録をマーク。高校では陸上部に入部。だが目立つような選手ではなかった。彼がまだどこにでもいるような選手だった高校2年の時に声をかけたのが帝京の中野監督だった。まあ、そんなに強くなかった。5000メートルの記録はそんなになかったから、当時2年生の時にだったんだけど、だって15分かかってたんだ。ただ、まあ、彼のハートは他の人の火じゃないなっていうのは感じます。気持ちの強いかは大事ですか。いやー、箱根駅伝ってそれがないとダメだと思う。うちに来ないか。中野監督の誘いに対し、夢にも思っていなかった箱根を現実と感じるようになり、走りたいという思いが広がった。だがそこには家庭の問題が。まあ、大学無理だよっていうのは、なんていうんですかね、経済的に、まあ、通わせられないっていうのを話されて、だいぶ話し合いって言いますか、ほぼ言い合いみたいな感じになって、泣かれて親に。自分の思いも多分分かってくれてるけど、無理だよっていうのを、多分親側もすごく苦しかったと思うんですけど、そこを泣かれて説得されて、あ、じゃあ分かった、就職するよっては高校2年生の時にはなりました。諦めきれなかったものの、陸上は高校でやりきろうと心に決め、練習に打ち込んだ結果、記録が出始める。高校3年生の時にはインターハイへ出場するまでに成長。大幅自己診断しちゃって、でインターハイも行けたと、うん、そこでもいい成績を収め、一躍注目の逸材となった。そうなるといろんな大学が増えてきて、こういろんな免除の部分っていうのがすごく
出てきたので、それだったらいけるんじゃないっていう感じで送り出してくれました。強豪校からも声がかかり、箱根という夢はつながった。強い学校に行ってしまうのでは、中野監督は心穏やかでなかった。実は言うと3つに絞ったっていうのは聞いたんですよ。で、どこどこ大かって聞いたら、いや違います。じゃあもう一つかって言ったら、いや違います。どういうことって、帝京です。ちょっと待って、もう一回聞くよ。どういう、どこ、帝京ですって、え、もう一回言ってくれるって3回聞いた。そうなの、本当にそうかっていうのを確認して、今でも忘れない。あれはいくつかある中から、遠藤はなぜ帝京を進学先に選んだのだろうか。一番最初に声をかけてもらったのが帝京大学だったので、その恩だったり縁っていうのを大切にしたいなと思って帝京大学を選びました。まさしく相思相愛だった指定。遠藤はすぐに中野監督の期待に応える。ここまで7人抜きました。その名は帝京大学1年生の遠藤大地。1年生の時から箱根の大舞台でもその実力を遺憾なく発揮した。実際箱根走ったらすごく喜んでくれましたし、お守り結構いただいてもらえて、そこにこういうのをなんか定期的にといいますか、なんか送ってくれて、神社行って、箱根前とかになったら拝んでくれるらしくて、そこには我が子の活躍を願う思い、そして何よりも体が無事であることを祈る両親の思いが詰まっているのだろう。去年12月、合宿所の遠藤を訪ねた。失礼します。はい、失礼します。お疲れ様です。もう大量の準備できてます。大量の準備。はい、もう12月は箱根に集中しようかなと思って、もう走るだけの部屋にしようかなと思って。実業団からもいくつか声はかかっていたが、遠藤は大学で陸上をやめることを決めていた。地元宮城に帰って就職する。中野監督も両親を助けていきたいという遠藤の考えに心から賛同してくれたという。遠藤大地が来ました。湘南大橋を渡り終えたところ、今3位駒澤の安原を今歩道側から一気に抜いていきました。ミスター湘南遠藤大地がここで3位に上がりました。さあ遠藤、お前の箱根はあと1キロしかないんだぞ。たった1キロしかないんだ。このためにやってきたんだ。まだ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 、お前はまだまだできるんだ。そうだ、行け行ける行ける行ける。さよなら、頼むぞ。両親と監督のためにも最後の箱根は全力で駆け抜ける。4年間の集大成ともいえる走りで5位から順位を2つ上げた。さあ3位に順位を上げました。帝京の遠藤大地です。湘南の日差しを浴びて、そして湘南の海を見て、湘南に別れを告げるラストランです。さあ3位に順位を上げました。帝京の遠藤大地です。4年間よく頑張ったと中野監督から声がかかりました。湘南の日差しを浴びて、そして湘南の海を見て、湘南に別れを告げるラストランです。帝京大学遠藤大地4年生から寺島圭一4年生、今ファイヤーレッドの襷を渡りました。遠藤大地1時間1分40秒。ありがとう、素晴らしい記録。中野監督からも遠藤ありがとうと。ずっと応援してもらってて、でそれが力になって励みになってたので、明日対応するんですけど、そこでしっかり実家に帰ったら感謝の気持ちを伝えたいっていうのと、これからしっかり恩返ししていきたいなっては思います。まあ、素直にありがとうって言ってます。青山学院の4区は主将の飯田。
3年生高岸大河がこの距離まで縮めてまいりました。大丈夫か、吉田よりもいいんや。選手の正面には雲をかぶっていますが、名工富士も見えるこの4区ですが、そうですか。原監督の心配をよそに飯田は激走。3区では12秒だった2位との差を1分半ほどに広げ、往路優勝への流れを作った。主将としての責任を果たせた。5区1年生に襷をつなぐ。王座奪還へ、青山学院大学2年ぶりに往路小田原、キャプテン飯田から1年生若林に今トップで襷が渡りました。笑顔で襷を渡した。青山学院のキャプテンは強い。東京国際大学今2位で襷リレー、先頭青山学院とは1分37秒差。そして國學院も来ました。今中西大河からドンジタクロー今スタート。最後の山登りに國學院大学ドンジ笑顔で走っていきました。いや、みんなマジでよくやってくれた。太田、いや太田最高すぎる。いやすごい。上位校の明暗が分かれた4区。後方では激しいデッドヒートが繰り広げられていた。そうかもしれませんが、帝京大学を捉えました。良い帝京大学を捉えた。11位からこれで4位に浮上します。創価大学が4位浮上。さあ、これで7人抜いてきた。序盤の方からちょっと前に出て喧嘩をふっかけたというかバトルしようぜっていう気持ちで。去年の往路優勝の立役者、創価の島津が今年も見せる。来るまではもう本当に意識を向けてなかったです。まあ、びっくりしたし、まあ本当にマジかっていう感じでした。帝京の寺島も意地の走りで応戦。再び島津の前に出る。これは残ってるなと、帝京の方も残ってるなってことを思って。11位から目いっぱいの走りで順位を上げてきた島津にはやや分が悪いバトルだったが、寺島の方も島津が来てくれなかったらそのまま本当ずるずる後続にも抜かれてたんじゃないかなって思ってるんで、まあそこで来てくれて逆にありがたかったかなっていう残り3キロから始まった2人の攻防はまだまだ続く。寺島がペースを上げれば島津も加速。島津が前へ出ようとすれば、すかさず寺島がそれを阻止。気力の勝負は残り1キロを切っても終わらない。雌雄を決したのは小田原中継所を目前にしたところだった。帝京寺島がスパート、創価島津を引き離す。さあ、帝京大学今4位で前回区間賞細谷翔馬に助けを渡った。そして前回往路優勝創価も今スタート。そして駒澤大学今金子伊吹に加納から助けが渡りました。助けきっちり最後抜けなかった粘ったよ。東洋は12位のシード圏外に。東京国際は区間12位ながら総合2位をキープ。学院大学の1年生が5区山登りに挑戦するのは12年ぶりの若林弘樹。1キロの通過2分58秒、2キロ6分10秒というこの辺りの湯本までゆっくり行かせて、宮の下の交差点を曲がったあたりから徐々に行って、ラスト5キロ彼13分台で上がってきますよ。で、まあ、下りもしてるんで、
まあ、そういう展開なんでしょうね。のんびりこう練習ビルドアップ走練習だと。いやまあ若の神誕生になるか、1時間10分切り9分台あるかもしれない。5区の山登り、去年区間賞の帝京細谷と駒澤の金子が共に順位を上げ4位を争っていた。帝京大学と駒澤大学のこの2校が4位集団を形成して登っています。帝京の細谷、そして駒澤大学の2年生金子伊吹、初めての山登り、この2人が前を追いかけています。最後いいぞ、いいの2だ、いいか、リズムつかんでいけ、いいか、そう、ついていっていいから、いいか。この駒澤大八木監督のアドバイスが争っていた帝京細谷の走りを変えることになる。いいか、いいか、リズムつかんでいけ、いいか、そう、ついていっていいから、いいか、ついていっていいから。駒澤金子へのアドバイスを聞いた帝京細谷が走るのプランを変える。一人だったらもっとゆっくり入ってたかもしれないんですけど、後ろについてきてくれたことによって、まあ、しっかりそこでもう早く話したいっていう気持ちがあったので、もうどんどん入ったっていうのが、まあ、強かったかなっていうのがあるので、やっぱついてきてくれてすごいありがたかったです。はい、ついてくるなら引き離す。ペースを上げた細谷に駒澤の金子も必死についていこうとするが、無理していくかな、無理していくかな、ちょっと無理しすぎかな。頑張ったが、前回区間賞の細谷のペースについていけず、初出場の金子は9キロ過ぎで交代。トップを独走する青山学院の若林は序盤はゆっくり落ち着いて走っていたが、急坂になったらペースが上がった。渡辺さん、区間記録をこれ超えるんではないかというペースに変わってきてるのではありませんか。そうですね、はい、若林君ですね、実はですね、力も入ってないんですけど進んでいるっていう。なるほど、はい、力の変動の仕方がやっぱりうまいですよね。そうですか、はい、1年生が任されたということになりました。一方帝京細谷は一気に2位國學院を捉える。2位に細谷来ました、帝京来ました。センターライン側から今ドッキリ横、一気に前に出て、ついに帝京大学が僕山登りで2位に上がりました。よしよしよし、いいいい、お前すごいな、おい、頑張った頑張った、そうそうそう、よく頑張ったな、本当にありがとうな。このままホールに終われば大学史上最高、またこの箱根山で歴史を作るか。2位に帝京大学が上がりました。だが先頭を行く青山学院は下りに入っていた。よく頑張ったな、やりました。さあ、この平下1キロ、せっかくだ区間賞取ろうよ。第1年生区間賞、立派なもんだよ。和歌山から来た若さあふれる若林若の神になれるぞ、頑張れ、いけるいけるいける。2年ぶりのそのフィニッシュテープが見えてきました。今その表情が見えた、右の拳を上げた。2年ぶり5回目、青山学院大学往路優勝、5時間22分17秒。今仲間と抱き合いました。2年ぶりの栄冠、今の駒澤はすげえという声がかかりました。水2位には2年連続区間賞で帝京細谷が駆け込む。大学往路最高記録の更新になりました。往路2位帝京大学、2分今トップ青山学院との差は2分37秒。今2年連続で5区を走り切りました。そして3番目に姿を現しましたのはディフェンディングチャンピオン駒澤大学。駒澤大学3人を抜いて往路3位でフィニッシュ。最後力振り絞る、まあ、みんなですね。みんながもう区間賞ないんじゃないかな、多分区間2、3番じゃないですか、ね、5番以内か。みんなが力通り走ってくれたんですね。2年続けてか、区間新惜しかったな、本当です、うん、悔しいけどよく頑張った、はいはい、ちょっとだけデコボコあったけどよく本当意地で走ってくれたなと思う、うん、そして
オール優勝の裏側では、じゃあ朝 LINE 来てめっちゃ泣いちゃって、僕今日誰から、飯田さんです。孝太郎から LINE 来たんで、それに対して近藤とキャプテン飯田2人の間にメッセージのやり取りがあった。近藤から先輩へ感謝のメッセージを送ると、キャプテンは、監督やってる、私監督やってる、ずっと1年間エース張ってくれて孝太郎がもしここまで成長しなかったら結構苦しかったんで、嬉しい1年。キャプテン飯田からの感謝のメッセージが近藤の激走の原動力になっていた。キャプテンの感謝は1年生にも。楽に走れた、はい、太田のおかげで、間違いない、1年生のおかげで、間違いない、もうガンガンいけたあいつのおかげで、8キロで口開いてましたけどそれ俺の真骨頂往路の順位はご覧の通り、1区で18位と出遅れた順天堂は5位にまで浮上、復路での躍進を予感させた。翌日、迎えた復路の朝。逃げ切れるか、青山学院大学。2年ぶりの総合優勝に向かって、まもなくスタートです。今スタートしました、昨日往路優勝の青山学院大学。7区は岸本、そして8区は佐藤一世と、今日2人を変えてきました。2年連続で6区山下りを任された青山学院高橋、しかしスピードに乗れず差を詰められてしまう。駒沢、帝京、そこに順天堂大学が今ぴったりつきました。真ん中から真ん中から入りましたね。珍しいですね。まさに突き破るように抜いていきました2位に順天堂上がりました。山下りは運営管理者での並走ができないため、監督たちは町役場で戦況を見守る。去年の覇者は今年は追う立場、そして逃げる青山学院。はい、この高橋なんですが、13キロの通過が38分9秒かかりました。青山学院の先輩の小野田さんの青学記録を狙ってるんですが、1分遅いと、はい、これ57分30秒狙ってますが、あるいは59分になってしまうかという、そんなペースありませんか。緊張しているのか、ペースが上がらない高橋を心配そうに見つめる。高橋も参加していた1ヶ月前の強化合宿、この時原監督は、そうだから下りが高橋いいからさ、やっぱ区間新ぐらい行きそうな雰囲気あるからさ、57分半では行きそうだから、うん、あれはもう絶対走るでしょ、58分7分半を持っていったら。しかしその日の練習で、マジか、どうした下り入る前の軽い登りでさすにやってしまって、捻挫、捻挫まで帰ると思うんですけど、さすにやってしまって、やめてやめて、はい、うん、まさかの事態に高橋の練習をすぐにやめさせた。どうやらひねってしまったのは左足のようだ。痛そうな様子はない。ひどくなさそうな気がするけどね。あれも出てないんで、うん、これからですね。熱はね、出るかもしれないね。早いと結構もうすぐ出るんで、まあ、あ、そう、はい、悪いと本当に悪いと、はい、まあ、出血したらすぐ痛がる、はい、痛がってないから、ね、はい、で、帰ってちゃんともう一回しっかり見ていただきます。まあ、3日間のご覧だね。3日間のご覧だ、はい、この方がいいと思います。とりあえずはトレーナーが応急処置。復路のキーマンとなるはずの高橋の怪我、原監督の心中はいかばかりか。実は監督自身、選手時代に捻挫には何度も痛い目に遭っていた
苦い過去がある。わかんないね、捻挫ばっかり。もう一番僕は捻挫が一番ピクッとくるんですよ。あれ最初の処置を誤るともう走れないからね。だから下手打つと骨折しちゃったら大事ですしね、はい、それだけ捻挫で、まあ、最初の3日間が勝負ですから、もう3日安静ですよ。はい、すみません。はい、まあ、箱根駅伝も今日でちょうど1ヶ月前なんだよね。終わるんだよな、今日では。もうこの時間帯で、まあ、ちょっと高橋がね、捻挫してると、ね、3日ほどこれはもう安静しなきゃいけないと。場合によってはこれ出れない可能性だってあると。その時誰がカバーしていくのかということになってくるわけだね。もう口酸っぱく言ってるように、練習で故障はさておいて、トレーニング以外のところでつまずいたり捻挫したり、もうそういったところでしょうもないことでね、戦々離脱しないように。そんなところでも逆にもうそういったところで離脱したらもったいないし面白くないし、一生涯後悔すると思うよ、ね、やりきってやりきってやりきって、負けた分についてはそれはしょうがないねとね。まあ代わりはいないから、まあ、怪我せずちゃんとやりなさいって言われていて、今日だったのでちょっと、うん、監督からもちょっと怒られてしまったんですけど、まあ、監督自身が捻挫で陸上人生を絶たれてしまったので、まあ、監督は捻挫のことについてはやっぱ口酸っぱく言われるので、やっぱ監督自身の経験からなので。それでも1週間後には完全に回復したため、区間新記録を期待し予定通り起用したのだった。ここまでのタイムですと、青山学院大学記録よりも渡辺さん、はい、30秒ほど遅れるペースになってますね、ここまでは。高橋自信持っていくよ、高橋自信持っていくよ。そう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 、高橋得意のラスト3キロだからな、現役最後のレース、レースな、得意の3キロな、しっかりいくよ。そう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 、動いてきた動いてきた動いてきたよ、いいよいいよいいよ。まあ、非常にいいペース。後方では順天堂と駒澤が激しく競り合う。2位争いはこの2チームに絞られつつあります。動かないで動かないで、順番前、ピークが動かないで、さあ、今行きますか。お前はもう離さないで、いつもやってきてるんだって、後半手を下手になっただけだ。今回ったら2分50、いや、お前最後だから、4年生最後だから、ここで行かないで行けるぞ、みんな今前と2分50。いけるよ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 、もっともっともっと絞り出しろ。2年ぶりの総合優勝へ、フクロウ田原、青山学院トップで襷リレー。2年ぶりに先頭で山を下り終えました。高橋は後半巻き返し、結果的には2位との差を広げて襷をつないだ。駒澤は残り2キロで2位に浮上。行かすな行かすな、ほら西田のためにも行かすな、行け行け、最後ここで10秒離せ10秒。さあ順天堂、そして帝京待っている。今2位で駒澤大学、逆転の駒澤今スタート、先頭3分18秒差。そして順天堂が3位で襷リレー、で2人抜いてきました、キャプテンの牧瀬圭斗。4位で帝京大学、帝京が北野開平から福島翔太1年生に襷が当たりました。山下りはオーバーペースになるだけに、その代償も決して小さくはない。青山学院の7区は岸本、秋は怪我で練習が詰めていない。後半心配は心配だな、大人な練習あんまりできないから、それは大人を旅する節。怪我による練習不足が懸念されたが、今大会青山学院初の区間賞を獲得する盤石の走りを見せた。最低限最低限って感じだ。いや、楽しかったマジで、よかった。続く8区も佐藤が区間2位の走りを見せ、後続を大きく引き離していく。こうなると青山学院は強い。そして今年もあの非常な光景が。
戸塚中継所最後のチーム日本体育大学の姿が今この歩道橋の奥見えました。ただ繰り上げスタートまでは1分を切っている。そして9区で待つ大内幸喜は白と黄色の繰り上げたすきをすでに肩にかけています。最後の直線、最後の直線、なんとか間に合うのか。最後まで、最後までたすきをつなげるか。福島さあ、あと10秒だ、あと10秒だ、どうか。あと 50m、 仲間の到着を信じて待つ。間に合いませんでした。ただ今右手左手を上げて先にスタートしていった。わずか7秒足りませんでした。日本体育大学大内幸喜4年生。はい、福島ご苦労さん、こういうこともあるのが駅伝、みんな頑張ってはきたんだ。あ、ただ諦めずに、このね、たすきをしっかり大手町へ運ぼう。繋がらなかった伝統のたすき、来年こそは。このあとシード権争いで大逆転。なんとあと1キロでシード権が変わりました。シード権が変わりました。区間記録を上回るペースで走っています。30秒以上区間記録よりも速いペースです。いいな、抜かれました東洋大学が7位。さあ9区中村ウィート区間新記録更新も狙います。10区中倉博信に今たすきを渡しました。強い青山学院が戻ってきました。2年ぶり6回目の総合優勝へ、中村ウィート歴史を動かした区間新記録達成。9区では14年ぶりとなる区間新記録。さらに10区でも前人未到の記録作るよ。なあ、今区間新記録の方に30秒いいから仕掛けよ。青山学院大学史上最強を証明します。3年生の中村博信個人の区間賞、さらには復路記録、そして総合記録、全てを塗り替えそうだ。右の拳を上げました。まもなく 100m、 2年ぶり6回目青山学院大学総合優勝。今普段できなかった総合2位は古豪復活を告げる順天堂。3位争いも強豪同士のデッドヒートとなった。東洋大学第4位、5位に押し上げた4年生野澤拓海、東京国際大学総合5位でフィニッシュしました。さあ中央が戻ってきました。中央大学6位でフィニッシュ、10年ぶりのシード獲得。中央大学6位でフィニッシュ、10年ぶりのシード獲得。ありがとうございました。おめでとうございます。いやー、よかったです。なんとか頑張ってくれました。そしてここまでシード圏内を守ってきた東海は、10区の吉富が低血糖症で失速。法政が前に出る。なんとあと1キロでシード圏が変わりました。シード圏が変わりました。なんと東海大学吉富が苦しがしに、法政大学が前に出て10位、法政大学が前に出ました。最後の最後、ラスト1キロを切って法政大学がシード圏内第10位に入ってきました。3年ぶりのシード獲得、第10位法政大学今フィニッシュ。東海大学4年生の吉富裕太、最初で最後の箱根駅伝、来年は予選会からのスタート。東海大学11位、シードには届かなかった。その差は53秒でした。強さを見せつけ、原監督有言実行の完全優勝。進化する緑、新緑を見せつけました。
学生たちの夢舞台はまた来年へと続く。